何その呼び方っていう思った話なんだけど、この前さ、うん、ライブ前に一緒に公園でネタ合わせしてたじゃん、うん、でその時にさ俺らがネタ合わせしてるの見てたさ、多分中国人の人にいたな、うん、急に声かけられて、うん、いやお前ら面白くないよって急に言われたじゃん、言われたじゃん、うん、お前らだからもっとドリフ見た方がいいよみたいな言ってたよ、うん、言ってたで俺らも、うん、そのなんかふざけんなよとかも言えないから、まあ、うん、まあ、そうですねみたいな、超片言でね、うん、確かに、うん、あとあれ見ろ、あの芸人参考にしろって言って、東京03、うん、サンドイッチマン、うん、あとコターゲー言われたわコターゲコターゲおそらく小峠、バイキング小峠さん、バイキング小峠さん、小峠小峠小峠だったよな、合ってるよな、小峠いや、はいって言われて、はいって言っても小峠だったな、変な呼び方